前回のあらすじ。そして物語は続いていく。今宵も始めようか。恐ろしい事態になってしまったようだ。さあ、もがかよい愚かなる人間どもよ。そしてその人間に組みする魔族にあるまじき哀れなる者たちよ。モコモンたちのこと言ってんのか。ジャミラスが現れた。やばいぜ、こいつはかなり強いと思うぞ。さあ、いけるか。あ、スクルトはスクルト、まずスクルト。スラリンは、まあ、ゲントの杖持ってんだろ。じゃあそこで百列弾やってみよう。バーバラはスクルト、マリに防御。おい、下がるかい。うわ、二回攻撃強い。やばい、強いぞこいつ。くそ、効かないか。やばいな、これ結構きついんじゃねえか。もう爪ゲント、バーバラだな。ちょっとこれはもうバーバラがちょっと非常にまずいことだ。バーバラじゃ、マリリンがもう高確率でもやばい。ベホミモコモン、よし、あんま食らねえな。うわ、これやばすぎじゃねえの。これ強すぎだろ。なんだこいつ、ちょ、尋常じゃねえ。やべえ、これ強すぎだろ。なんだこれ、これやばすぎじゃねえか。聖剣突き、ザオラル、もうダメだろこれ。僕らはね、キラリとかわした。強すぎじゃね、嘘でしょ、これ大丈夫か。いや大丈夫じゃねえだろ。何これ、マジで。お客さん、お気になってば。あれ、こんなとこに。こんにちは。すごくうなされていた。サブの街カルカド。やばくねえか、あれ。ちょ、待ってくれよ。ね、これは何、夢落ちっていうパターンなの。これは夢落ちになったのか。ちょっと待って、あ、夜になってる。早いね。ちょっと待てよ。対策をつねるか。やっぱアモス入れるべきかな。アモス入れて、マリリンがちょっとすぐ死んでしまうからな。ってことはやっぱ、またあのブラストメンバーでいくか、じゃあ。対ブラストメンバーで。やってみるか。モコモン。違う、アモスか。モコモン、スラリン、バーバラ。あれ強すぎじゃね？あれやべえな。とりあえず、燃え盛る火炎だろ？で、割と物理攻撃が多いから、あれ、話は同じだね。話は同じっぽいな。あ、物理攻撃が多いから、やっぱスクルトで上げて、スクルトで上げて、で、あれだな。上げて、それで回復コアミにやっていくしかねえか。基本でも燃え盛る火炎が最初にバーってくるからな。それ考えたら、アモスは大丈夫なんだよ。アモスを なるべく壁にするっていう戦法でいくしかないか。これあれだね。会話同じだったね。やるか。さて、この状況でどうするか。変身でいくか。これ覚えたんだよね、この間ね。覚えてしまったんだが、特にあんま微妙だべ、正直。ここで、まあ、スクルトよ。スクルト、ドラゴラム、微妙だべ。ドラゴラム行ってみる？試そう。もうちょっとこれは様子見でいこう。で、スクルト。食らいすぎだろ。アモスレさえこれだぜ。うお、やべえ。怪物二軍団。
スルリン強いんじゃね？モカモンで、あ、そうか、だったら賢者の杖持たせるやつを変えるか。で、あ、でもこれアモスやられる可能性高いね。ってことは、そうだな。もう一回スクルトと、で、ベホマを。まあ、多分無理だろう。アモスは間に合わん。間に合うね、やっぱりな。これいけんじゃねえか？いや、うまくいけばいけるぞ。で、防御。ザオラルにかける。でも、スラリンがやばい。スラリンを守っていけばいいんじゃねえか。やべえ。ちょ、これ、要だぞ、これ。スラリンが。これはうまくスラリン要にしていけば。奴を守れ！奴を守るんだ！うっし！坂あれだ。なった。やっていくしかない。ベホイミ。で、ベホマか。うわぁ！あんま食らわねえな。うわ、やってきやがった。炎対決！それで終わらせろ、このターン。よし！よしよしよし。よし！この二人に任せよう。いけるいける。多分いける。防御。さらに攻撃してくれ、普通に。普通に攻撃してくれればだいぶ違う、これは。うわ、まずい。非常にまずい。くっそ。あ、ここでバーバラオッケーだろ。バーバラオッケーだから、ここで、もうどっちがあれだな、これもあれだな。ちょっとスラリンがやばいな。スラリン、頼む。頼む。あー。うお、よく耐えた。よく耐えた。よし。よく耐えた。105。で、ここで、ザオラルよ。いや、ベホマか。ベホマか。ベホミか。さらにずっとそれやってくれ。これで頑張れば。こいつも炎の杖持ってんのか。で、バーバラで、ベホマで。間に合わねえな、回復が。あ、マス！効率攻撃。この二人でいいんじゃねえか、むしろ。この二人でうまく。回せないか。やめた方がいいか。ちょ、防御だよ、防御。ちょ、頼むぜ。よし。よし。いけるいける。いける。よし、頼む。これで、回復でもこの、行くぞ。負けるな。よし、よかった。よくよかった。いけ、頼む。間違えた。間違えた。やべ。大丈夫か、これ。あー、それよく来るぞ。やべ、スラリン。やばいぞ、来てるぞ、これ。やばい。来てる。勝てるぞ、これ。勝てる。俺たちなら勝てる。よし。回復。ベホミでもよかったか。あー。やめろ。やめんか。くそー。だ、これは、でもよくやったな。あー、どうする？誰にする？モコモ。あー、強い。強すぎる。どうすればいいこれ。これは強すぎた。あ、モコモ結構早いんだな。モコモ早いぞ。モコモの速さを生かした戦略がないものか。回復ができる。よし。うわぁ。くっそー。なんという強さだ。はっぱれな、こいつ。肉体派だな。もういくらやろうともなんかもうダメだ。ダメすぎだろ。つえー。策略考えるか、ちょっと。割と悪かなかったよな。モコモ、モスか。むしろスクルトで、スラリンに全部任せる方法で、モコモン、スラリン、バーバラ、マリリンできるか。で、スラリンが、ドラゴラムで、それで行ってみるか、ちょっと。よし、やるか。やりましょうか。ドラゴラムを使わせていただきます。モコモンは、モコモンに、ゲントの杖を持たせた。で、一応防御しておく。なにもやったな、モコモドラゴラムやってやる。よし、こっからの大逆転劇が始まるぜ。マジか。
強すぎる。どうすればいいんだこれは。とりあえずあまりにも拉致が開かないので、ちょっと助っ人一人呼ぼうかなと。で、それをレッサー君に探してもらおうかなと私は思っている。その間に俺たちは作戦会議をするから、レッサーに助っ人を連れてくることを任せた。というわけで心当たりはあるから、これをキメラの翼を彼に渡して、そして行くぜ。でもとりあえずあいつがどこにいるかっていうと、まあおよそ予想はついてんだけれども、ゲントの村に行くじゃないかい。あいつはね、壮絶な場所で修行しているという話を聞いたんで、彼がどっか旅立つ前に言い残した言葉、それを信じて俺たちは行くとしよう。まあ一方でハッサンはハッサンで、まあ、ものすごい修行してるわけよ、この人は。とてつもない修行。もうここでもう彼これもうどのぐらい引きこもってるのかわからないけれども、おかげで、ものすごい、いろんな特技を覚え、そしてものすごく強くなってしまった、彼は。まだ、己を鍛えるということを、とどめはしなかった。見ろこれ !160! これはとても恐ろしいな、この強さよ。体力が200を超えてるという、恐ろしい状態。そんな彼に出会おうと、ある一人の男が旅立ったわけである。これやべえな。こいつが、ジャミラス戦に参加してくれれば、奇跡が起きるかもしれない。これは、やばいぞ。で、ちょうどこいつが、まあ、あのレッサーなんだよね。このハッサンという男に会って、こいつを連れてこようという、状態になってしまったんだけれども、ハッサンはこいつを敵とみなして、待ってくれみたいな感じになってんだけど、だが容赦はしねえみたいな感じで、ハッサンの拳がうなる。そこで、ほら、聖剣突き食らっても倒れないんだぜ。だが、まだ立ち上がる、レッサーデモは。そして、で、まあ、なんだかんだ、まあ、レッサーが、まあ、状況を説明して、で、ハッサンが、まあ、一緒に、トーンを助けるために、ついに立ち上がったというわけだが。やっと、これから感動の再会ができるぜ。ついに、時は来た。俺、感動の再会だよ、これは。見ろ、ちょっと待って、ハッサンのこの強さを。体力220。僧侶のちょっと心得もあるみたいだね。まあ、ちょっとベホイミも使えるようになったと。まあ、ちょっと回復もまあそこそこにできるようになった。で、まあ、武闘家の特技もいろいろ覚えてしまったと。これはいけるんじゃないかと、俺たちは思った。今度こそ奴にリベンジをする。さあ、今度こそ、奴を滅ぼす準備は整ったぜ。首を洗って待ってろよ、あの野郎が。やってやろう。さあ、始めようじゃないか。血が騒いでなる。ハッサンの血もかなり騒いでるようだがな。よかろう。この私が自らその肉を裂き、腹痛を食らい尽くしてやろう。うまくが良い。愚かなる人間同様。そしてその人間に組みする魔族にあるまじき、哀れなる者たちよ、貴様を叩き潰す。やってやるぜ。舐めるなよ、貴様。どれだけ強くなったか。貴様を滅ぼして、すべてを終わらせる。くら !92! スクルト、あげてやるぜ。なかなかやるじゃねえか。ドラゴラム、この究極の力を見せてやるぜ。ちょ、ハッサンをベホミ使わせる。で、モコモはさらに上げる。バーバラは、ルカニを使おう。こいつくいき、スクルトで上げる。ルカニは効かず、効かなかった。何、効かねえか。静かめにした。やるじゃねえか。貴様、その程度で俺たちをやると思ったのか。強気で言ってやるぜ。バーバラ、ルカニを頼む。いけるだろう。いや、コントセコ44、ママだな。
かも回復しますか、ちょっと。あぶね。2回連続だと。やるじゃねえか、これ。いきなりこのメンバーなしまったか。いや、いけるはずだ。いや、いけるだろ。いけるだろ。やるじゃねえかよ。あぶね。いくぞ、スラリン。確保できたか。究極の爆裂拳、うらくら、くたばる、このくさら、くさらが、うわこれつく行き、頼む、倒してくれ、倒せ、あとちょっと、あとちょっと、あとちょっとなんだって、行け、頼む、うわか、まあ、ちょっとね、実はあの、ハッサンとあの、レッサーが一緒にいるときに、まあ、結構レッサーもハッサーのまあ修行にかなり、まあ、引きずり回されたというか、その力を解くと、やってやろうじゃねえかよ。これはもう、ちょっと許せねえな。スクルトは覚えてなかった。まあ、聖剣付きだろ？やってやろうじゃあ。浮かなぁ。ドラゴラマ、ちょっと待て待て。どうする？不思議な踊り。石つぶて。まず防御だな。防御。スクルトよ。まず上げる。ハッサンでもあのダメージ食らうからな。半端ねえな。下げる。よし！上がった。よしよしよし。で、これハッサンを、ハッピーホーミーで回復させると。で、ルカナで頑張ってもらう。ゲントの杖を発散。そしてスクルト。よし。大丈夫だ。収まった、収まった。おーす。効いてるぞ。効いてるぞ、これ。さーて、まだ下がるはず。まだ下がらず。ゲントの杖。スクルト。避けられた。やるな。さすが粘るな、こいつ。危ねえ。よし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 。浮かな。来い。よし。で、ここで、ベホエミは、レッサーそろそろ攻撃するから、ちょっと。デスラリンが、そうだな、ゲームと、防御。よし。あぶれ。これいい感じじゃねえか。これ、なかなかの攻撃力だな。だまだそうはいかんぞ。さあ、ドローですから、モロバ切り。まだちょっとあれだな、ゲントのせい。そこからの、さあどうする？ベゲラーコン、防御で回してくか。おお、148、これいけるんじゃないか。おお、やべやべやべ、これやべえぞ、これいけるぞ、これは勝てる、いける、希望が見えてきた、これはやべえぞ、見たかこれ、よしよし、こっちもダメージを食らってしまうけれども、この二人を筆頭に、ドラゴラム使うか。いや、まだ早いな、これ。さらに攻撃だろ。バーバラは、いざという時のために防御。よし、甘いわ、その程度でやる俺たちではない。いけ、これで安定で200のダメージを与えることができる。38。まあまあね。ここで、ちょっと攻撃で回すか。で、ここで、ゲンと、防御。避けられた。くっそ。まずい。大丈夫か、ババラ。あぶね。これ危ねえぞ。ちょっと待って、どうする、どうする、誰をどうするか。これはきちいな。バーバラだろ。で、疾風好きで先手を取って少しでもダメージを与える、ということを言いつつ、まあ、レスターは死ぬことはないだろうから、スワリンは自分回復、バーバラは頼む、よしよし、いけるんじゃないこれは。まだ、よーし、レスター行け、頑張れ、
よし、多少立て直したろ。で、攻撃、剣と、バーバラ、防御。いけ！こいつなかなか手こずらしてくれやがって。だがこの戦いにも終止を打ってやるぞ、貴様。叩きのめしてやる。究極の一撃によって、間に合うか？いや、間に合うんだ。こうで、こうで、こうで、こうだ！ただ、あー、くそらっさ！なんてことだ。いけるんじゃないか。いけるだろ、これ。友の死を乗り越えて、行く！行け！うわあ！さあ、なんだと、ここで貴様、ソロをやるか。ダメだ、やらせはせん、やらせはせんぞ。次は勝つ、絶対に勝つ、絶対に勝ってみせる。頼む、あとちょっとなんだ、あとちょっとだ、あと少しで勝てる。俺はさ、勝てるんだ。いけ、くら、うわあ、よっしゃ、よし、やった。見たか、この力よ。やったぜ。なぜだ、人間などにこの私が。もしお前たちは無道を倒したという、そうなのだな、そうであろう。でなければこの私が。うん、だね。おお、戻り戻ったか。そうであった、浮かせであった。騙されすぎだよ。おっすー、かかんよ。ああ、見てください。メダル王。じゃあ今の人たちはあれか。もう今まで囚われた人たちが解放されたってことか。さまざま褒美を取らすよ。待っているぞ。ほーん。ヒューン。お。ああ、ぽいね。それに違いない。戻りましょう。行くぜ、みんな。おお。行ってしまったか。あれ、魔物がいなくなってんね。ああ、よかったー。倒したよ。もう全員いなくなってんじゃねえか。ジャミラスがやられた瞬間あれかなんか、もうみんなどっか行ってしまったか。教祖様がなんかもうやられた瞬間なんかあれな、統率がなんか、それも人望がなかったのかな、意外とな。どうなんだろうね。みんな逃げてしまったのか。あぶねえ。いや、よく行ったわ。こんにちは。ひょーい、テンション高えな。だから船長だった。ああ、行こうか。火事逃げてるとばっかだ、私は思い出す。この火事いっぱい、おれおれおれ。いいねえ、感じよ。でも素晴らしいよ。街に帰るよ。ありがとう、ハッサンさん。ハッサンさん、ハッサンさんの演技だ。嘘つけよ、おめえ。何これ、調子良すぎだろ、こいつ。思いっきり倒されたくせに。いいよ。なんだよ、これ。はい。まあまあいいじゃねえか。うわ、なんだこいつ。もうしょうがねえな、ほんとにな。これなんかあったの覚えてるぞ、俺は。よーし。うい。あ、この命、追いかけちましょう。余談の仕事。いや、まだ休まない。おう。誰かな、つぶやいてる。取り越し来るわね。おう。ねえ。ああ、ここなんかあれじゃん。ああ、ここはあれだな。やばいとこだな。助かったようですね。はあはあ、真面目に働くことにします。まあいろいろ大変な目にあったんだな。じゃあとりあえず戻るか。お願いします。おやすみなさい。ああ、いいな、この感じ。浮島か。酔いそうだけどな。酔わねえな。面白いな、島が動いてると面白いな。
てってって。つきましたよ。おお。よく眠ってました。おお、全員復活してる。おお、やったじゃん。使ったようになりました。自分がありそうな旅、気力に立つことでしょう。町の人たちに会ってやってください。命の恩人の帰りにみんなきっと喜ぶでしょう。よしよしよし。凱旋パレード行こうじゃないか。これから楽しみだぜ。おお、またなんかちょっとあれだな、頼もしく見えるな。もう英雄の帰還という感じが漂ってきてるぜ。じゃあとりあえず凱旋パレードは、おお、曲はなんか元に戻ってる。まあ、次回にするとしようじゃないか。そして俺たちは新しい旅に出るとしよう。次回に続く。